皆さんこんにちは、大地です。こんな話を聞いたことはありませんか？ノミっているじゃない、ぴょんぴょん。結構ちっちゃいのに高く飛ぶんですよね。で、ところが、まあ、水槽かなんかに入れてこう蓋をすると頭打ちますね。頭というか体というかこう打つね。で、だからそれ以上飛ばなくなっちゃう。で、蓋がなくなってももうそれ以上の高さ飛ばなくなっちゃうって話があります。まあ、要は学習しちゃうんでね、これ以上高く飛べないって。で、本当は別に何も天井なんかないんだけど、自分で天井を作っちゃう、透明の天井をね。まあそういうことって実は我々もやっちゃってるんじゃないかってことなんですよね。子供の頃に、あ、なんかこういうことってできないんだ、やっちゃダメなんだとかね、それは自分の体験だったり、それからこう人が失敗してるの見たりとか、なんか言われてるの見たりすると、あ、これやっちゃいけないんだって、自分でそのガラスの天井じゃないですけどね、これ以上やったらダメなんだって自分で自分のこう制約を作っちゃう。で、こういうことがね、認知の世界ではいっぱい起きるんですよね。これをすべきでない、これはしちゃいけない、これはできないとかね、ということを、まあ子供の頃の体験だったり、大人になっての衝撃的な体験だったりして作っちゃうわけです。で、まあなんかね、世間で、まあ特にね、マイノリティの人にですよ、昇進とか昇格とかね、なんか、させないような拒むものをね、ガラスの天井と言ったりしますけど、まあ本当にね、なんか自分自身で自分にガラスの天井を作っちゃってる可能性もあるんですよね。なんか自分はこれはやっちゃダメだとかできないっていう思い込みでね、作っちゃってる可能性がある。で、そういうのがなんか自分の人生の可能性を制約してるんじゃないかなと。なんかこれはやっちゃいけないとか、これはできないとかね、これはすべきじゃないとか、これは自分向きのものじゃないとかね、自分には不可能とかね、なんかそういうことをこう自分が思っちゃってるとしたら、それが自分の制約になる。で、それはね、予言の自己成就もそうですけれども、自分が、本当に自由な人生を進んでいくってことを妨げるだけで、妨げますしね。で、実際にやっぱ思ってる通りになっちゃう。だってそれ以上のことをチャレンジしないものね、やっぱりね、自分でこれはできないと思ったら。で、だから自分の制約をこう探してみる。何か自分がね、ガラスの天井、見えない天井を作って、そこから先進まないようにしてるんじゃないかと、こう自分ごと考えてみるとか、あとクライアントさんもね、何か制約制限作ってるんじゃないかなと、その透明な天井というメタファーで考えてみると面白いかもしれません。参考まで。